はい、ひしスタジオの石田です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、先日自分がアップしました、このねズームレンズよりも、ひしだはこのね単焦点レンズをおすすめしますっていう内容の動画をアップしました。でその後にですねニコンを使ってはる矢沢さんがツイッターでね、初心者には、単焦点よりもズームをおすすめしますっていうねツイートをされてたんですよね。それ見てねってなって、でそれに加えね西田さんも同意みたいなツイートをされてて、ダブルでってなって、でとりあえずお二人の動画を見てみようってなったんですよね。リンク先貼らせていただきますので、ぜひねお二人の動画見てください。はい、で結論からお伝えすると、ひしだはねそれでもやっぱり単焦点レンズ、はい、こちらをおすすめしますっていうスタンスは変わってないです。はい、変わってないんですけど、お二人の動画を拝聴した上で自分の動画の中でね訂正と補足せなあかん部分が見えてきたので、改めましてそのお話をしていきたいと思いますので、興味ある方見ていってください。はい、そもそもですね自分がその単焦点レンズをおすすめしてるっていう理由が、その動画内でもお伝えしてるんですけど、ズームレンズってこうね焦点距離を簡単に変えれます。はい、こう便利なんですね。便利なのは本当に自分も思ってるんですけど、この焦点距離を変えてしまうと被写体の見え方自体がガラッと変わってきてしまうっていうことと、背景ですね、背景の見え方も変わってしまう。で挙句の果てに、背景のボケ具合もこの焦点距離によって変わってしまうから、ズームレンズって実は難しいと。ズームは実は難しいから、単焦点レンズをおすすめしますっていうね解説をさせていただきました。まあそれはね事実なんですよ。このズームって実は難しいっていうのは事実なんですけど、矢沢さんも西田さんもちょっとそれは上級者向けすぎると、いきなりね単焦点をおすすめするのはどうかなという感じですね。はい、まあ、直接ねお二人には言われてはないんですけど、その動画を通じてねそんなことをね言われてるような印象を受けました。はい、で確かにね、初心者の頃自分もそうだったんですよね。自分の初めて買ったカメラがニコンのね D70 っていうねデジタル一眼レフ機ですね。はい、APS-C のセンサーを積んだデジタルカメラだったんですけど、そのカメラと同時に買ったレンズが AFS-VR18-200、F3.5 から5.6、まあ、いわゆる APS-C 機用の高倍率ズームレンズを初めて買いました。はい、だからそこから入ったんですよね。そのレンズを使ってめちゃくちゃね撮りまくったんですよね。18から 200mm なんで非常に便利なズームレンズで、写真をね撮りまくりました。はい、でそっからね、うわ写真って面白いなとか、もっと撮りたい、もっと上手くなりたいって思ったんですよね。そういう風にね思うきっかけを作ってくれたのはそのレンズです。18から200までズームできるレンズを使って、そういう風に自分は思いました。でその当時ね、その焦点距離によってこのね背景のボケ具合が変わるとか、被写体の見え方が変わるとか、背景の入り方が変わるとか、そんなことはね一切思ってませんでした。はい、そんなことね理解せず写真をね、撮りまくってました。まあ広角側だと広く撮れるなとか、望遠側だと背景がボケるなぐらいにしか、思ってませんでした。それぐらいしかね思ってませんでした、正直ね。でもっといいポートレートを撮りたいなと思って、次買ったレンズが 50mm の F1.4 でした。カタログを見てね 50mm がいろいろね撮れると、ポートレートも風景も何でも撮れるって書かれてたので、それを買いました。ただねそれってフルサイズ用の解説だったので、 APS-C 機につけると、まあ、中望遠になるんですよね。 50mm×1.5 倍なんで実質 75mm ぐらいの焦点距離換算にはなるんですけど、まあそんなことも知らずまま50の F1.4 で撮ったんですけど、18-200とは比べ物にならない質感のね写真が撮れたんですよね。色の出方も18-200と比べたら全然違うし、めっちゃええやんってなって、単焦点面白いって思ったんですよね。まあそれはね今でも、強烈に覚えてます。はい、という話で、これ結果的にはその単焦点が面白いっていうオチにはなるんですけど、じゃあこれね道中のねその18-200の便利なズームレンズを使ってなかったらどうっていう話ですよね。道中のその18-200のズームレンズを使ってなかったら50の F1.4 の良さもなんとなくしか気づかなかったと思
思います。で、矢沢さんもおっしゃってたんですけど、 Zoom を知らなかったらその単焦点のね良さもわからんよっていうお話ですよね。 Zoom を端折って単焦点を使っちゃうと、もう単焦点の本質的な良さも理解できませんよっていうお話ですね。で、それをね、矢沢さんの動画見て、あ、確かにそうやなっていうふうには思いました。で、それに対して、自分のね単焦点をおすすめする動画の中で、なんでね初心者用のキットレンズってズームレンズになってることが多いんやろみたいな、意味がわからんと、はい、ズームレンズって実は難しいのに、なんで初心者用にズームレンズを使わせるんやろっていうふうに話してしまったんですけど、これはねもう大反省です。ちゃんとねこのズームレンズの特性と単焦点レンズの特性を知ってるからこそ、そのなんでズームレンズが入ってんのかが意味わからんっていう発言になってしまったと思います。そこはもう菱田の完全なポジショントークになってしまってたので、訂正させていただきたいと思います。すいませんでした。初心者用のキットレンズは、まあ、ズームレンズで OK だと思います。すいませんでした、はい。で、西田さんもおっしゃってたんですけど、じゃあね、初心者の方に単焦点 50mm、買えっておすすめしてもね、道中ね挫折してしまう可能性があるとおっしゃってました。これもねごもっともって思ったんですけど、仮にね自分もその18-200を端折って 50mm を初めて買ってね、フルサイズ換算 75mm ぐらいですよね、まあ、そこも知らずにね使ってね、全然その画角も変えられないし、その枠内でしか撮影できないから挫折してしまう可能性は、あったかもしれません。自分もそのズームを経てからその50を使ったので、50のね良さに気づけたっていうところは、あったので、じゃあいきなりじゃあ単焦点を使えって言われても、なかなか50の良さには気づく前にひょっとしたら挫折してしまってた可能性はあるかもしれなかったですよね。だから自分自身もズームから単焦点の道通ってきてますやんっていう話ですよね。というわけで、初心者の方、特に1本目に買うレンズはズームレンズでいいんじゃないかなと訂正させていただきます。そこはねちょっと明確に、お伝えしておきたいと思います。そうそう、だから挫折しちゃう前にまずねとりあえずズームで楽しみましょうっていうお話ですよね。その被写体の見え方が変わってしまうからどうこうとか、背景のボケ方が変わるとか、背景の入り方も変わってしまうとか、そういうどうこうを話す前に、とりあえずはズームで写真の楽しさを味わってもらいましょうよっていうお話ですよね。そこはねもうお二人の動画を見てそうやなと、感じました、はい。ただその一方でやっぱり自分はこの単焦点レンズを改めてねおすすめしたいと思います、はい。ただし今回はちょっとね前提条件をお伝えしようかなと思います。前提条件としては、ある程度ねこのズームレンズでいろいろね撮影しまくって、ズームレンズで経験をしたことがあって、 24mm、28mm、35mm、50mm、 ここら辺の、焦点距離をいろいろ使ってみた上で、なんか物足りないとか、次のステップに進みたいとか、より良い写真が撮りたいとか、そもそも単焦点を使ったことがないとか、特定の被写体を、もっとブラッシュアップしていきたいっていう人には単焦点レンズをおすすめしたいと思います、はい。その前提条件を今回ね、改めて追記というか補足させていただきたいと思います、はい。自分がなんでこんなにね単焦点をおすすめするかっていうと、単焦点でねもう写真がさらに楽しくなったというか、自分の写真たちもね変わったんですよね。自分はそのフリーランスの初期の頃からブライダルを撮ってたんですよね。ブライダル撮影を斡旋してる会社さんからお仕事をいただいて、撮影現場に赴くっていう感じで、写真を撮ってたんですけど、そのブライダルの撮影を斡旋してる会社さんの中には、いろんなね自分以外のね他の外注カメラマンさんのデータを見ることができたんですよね。そんな中ね、もうひときわ素敵な写真を連発されてる先輩カメラマンさんがお二人ほどいてはったんですよね。で、これどうやって撮ってんねやろうってね、データを見せてもらったら、単焦点レンズの 50mm とか 85mm、 135mm とか、そこら辺のレンズを多用されてたんですよね。で、ブライダルの撮影ってもう状況が目まぐるしく変わるんですよね。カメラマンの立ち位置も変わるし、撮影できる距離もコロコロ変わるし、動線もねいろいろこう制約があったりとかするので、第三元のズームレンズを使われてる方が多かったんですよね。こんな感じで日発同士のズームレンズですね。このレンズの他にもワイドと望遠のズームレンズですね、いわゆる第三元ズームレンズを使ってるカメラマンさんが多いんですよね。でもそんな中ね、その先輩カメラマンさんお二人はね、もう単焦点でもうバリバリね撮りまくって
ぐってたんですよね。50とか85が結構多かったのかな。そこら辺の焦点距離を使ってバリバリブライダルの撮影を行ってたんですよね。でさすがにワイドは16-35とか一部ね、そのコアじゃない焦点距離はズームレンズ使ってはった記憶があるんですけど、なんかその例えばこの24-70とかでね撮る写真とかでもね、確かに綺麗な写真は撮れるんですよね。24-70とか24-105とか F2.8 同士もしくは F4 同士のズームレンズを使えば確かに綺麗な写真は撮れます。綺麗な写真は撮れるんですけど、やっぱりね、うわーすげーって感じるような写真は単焦点レンズで撮ったその先輩方の写真の方が多かったんですよね。なんか単焦点を使った写真の方がなんかねこう心に響くというか感動するような写真が事実として多かったんですよね。ズームと比べてもう一つグッとね被写体に迫ったような、焦点距離っていう意味ではなくてもう一つねグッとこうリアリティのある写真というか、もう一つねなんかこうフィルターを取り外したようなクリアな写真が多かったんですよね。イメージとしては、守りのズーム、攻めの単焦点っていう感じですかね。ズームってなんかね気持ち的にねちょっと置きに行くとか安牌な写真を撮るときに使うようなレンズで、それに対して単焦点っていうのは自分の意思で切り取ってるっていうイメージですかね。で自分もねその先輩方の写真がすごい大好きで、そういう写真を撮りたいって思い始めて積極的に単焦点レンズを使うようになっていったんですけど、やっぱり案の定ねその固定のミリ数でブライダルを撮影をしないといけないのでめちゃくちゃ難しいんですよね。はい、まあ、結果的に両方難しいっていうお話をしてしまってますけれど、それはまあ置いといて、単焦点はもう頻繁にレンズチェンジが必要ですし、自分の足を使って画角調整をしないといけないし、あらかじめ何ミリでいくとか前もって想像しながらね撮影する必要もあったから大変なんですよね。ただ本当に潔のいい写真が、撮れるようになっていきました。構図の切り方もなんかそのズームってやっぱね多少費用ってちょっとね無意識に余白をね開けてしまうことが多かったんですけど、単焦点だともう潔のいい写真がだんだんね撮れるようになっていきました。まあ本当ね無駄のない構図で、撮れるようになっていきました。だからブライダルでズームレンズしか使ったことがないカメラマンさんはぜひね単焦点の50とか85とかねぜひ使ってみてください。はい、だから改めてね順序立ててお話しすると、初心者さんは、ズームレンズを使ってもらってね、こういうねあの赤レンズじゃなくてレンズキットについてるようなズームレンズをまず使ってもらって、使いまくって使いまくって、自分の好きな焦点距離を探してもらいましょう。はい、ズームレンズねいろんな焦点距離がこのように記載されてるので、この画角が気持ちいいっていうところを探してもらって、その上で単焦点を買って、で単焦点の面白さを、知ってもらって、でその上であズームレンズって実は難しいんやと、いろんな焦点距離によって被写体の見え方が変わってしまう、背景の見え方が変わってしまう、背景の動き具合も変わってしまうっていうところに気づいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。で松チャンネルの松さんも別視点からのね単焦点をおすすめしてくれてるので、彼の、ブログ記事もぜひね、見てもらいたいと思います。特にねあの初心者目線で単焦点おすすめですよっていう形式で書かれてるのでぜひ読んでみてください。だからまあいろんな価値観があるんですよね。単焦点もズームレンズもどっちがおすすめってね、カメラマンによってもね全然違うので、ぜひあの多面的にいろんな角度から、見てもらうとさらにねお互いの良さが、分かってくると思います。だから究極の結論はもうズームでもね単焦点でも何でもええやろっていうお話ですよね。こんなこと言うと元も子もないんですけど、実際ねズームレンズしか使ってないっていう方もいてますし、自分みたいにね単焦点もズームも使い分けてるっていう人もいてますし、単焦点しか使ってないっていう方もいます。でそれもあのカメラマンのジャンルによっても違うし、考え方によっても全然違うから一概には言えないですよね。自分はね単焦点はおすすめしますけど一括りではね語れないんですよね。だから理想は両方のメリットデメリットを知った上で最終的には自分で決めると、どっちの方がいいかっていうのを考えるっていうところがポイントじゃないかなと思います。写真ってねやっぱこう自由な表現方法なんで、単焦点使おうがズームレンズ使おうがその人がね楽しめたら最終的にはいいんじゃないかなと思うんですよね。
自分は単焦点の魅力を伝えたかったので今回ね補足させていただきました。で最後にね、皆さんの方でもズームレンズもしくは、単焦点レンズどっちがおすすめかコメント欄にぜひ書いてもらいたいと思うんですよね。まあこれって正解不正解もないし、撮る人によってはズームレンズの方が適してると思いますし、単焦点の方が向いてることもあります。性格によっても違うと思いますし、初心者経験者によっても全然視点が違ってくると思うし、ぜひ皆さんの方でも多様な角度から単焦点がおすすめやとズームレンズがおすすめっていうところを書き込んでもらえたら楽しくなると思うので、ぜひねコメント欄の方でも書き込んでみてください。はい、というわけでね、今回その矢沢さんとか西田さん松さんもそうなんですけど、このお三方がこういうね動画とかブログとかで反応してくれなかったら、こんな補足のね動画も作ってなかったので、お三方にはいい気づきをいただきました。ありがとうございます。でもちろんなんですけど、単焦点の面白さに気づかせてくれた先輩カメラマンさんにも感謝してます。はい、はい、というわけで皆さんぜひねズームレンズも単焦点レンズも、使いまくってみてください。菱田は、単焦点レンズがおすすめです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。それではさようなら。